はい、レオンチャンネルです。キングオージャーに6人目の王様来た。どこの国？豪国しかないはずなのに地球には。どう見てもこの白金のお上品な感じは新たな王様だよね。今日発売のテレビくんの表紙にも大きく載ってましたが、スパイダークモノス。名前自体がさ、丸々王者じゃないんですよ。で、ビジュアルから変身アイテムから専用武器まで一気に公開され、まずアクションヒーローが1980円で5月20日、スパイダークモノスのアクションフィギュアで、別売りのクワガタ王者キングスピーダーセットのキングスピーダーに乗せるオリジナル遊びも可能。で、殺虫剤みたいなやつ持ってるんですよ。危ない、この虫が多い世界観で。で、雲が大きく顔にあって、なんかマーベルヒーローのヴィランっぽいね。で、胸アーマー部分にも金の雲がいて、この辺はクモノス的なローブで、殺虫剤っぽいやつ持ってて、一応テレビくん情報だと完全な正義の味方っぽいけど、マジでどこから来た王様なんだろう。国旗がさ、ないんだよ。キングオージャーってみんな共通のアーマーに、この部分に国の国旗を背負ってるんだけど、右胸にそれがなくて普通に雲マークなんだよな。で、他にはてか全部5月20日発売で、このアクションヒーロースパイダークモノス、スパイダークモノスコンプリートセット、デラックスクモノスレイヤー、王者カリバーとは違う新たな王の剣。でもクモノスとスレイヤーが合体してるの、ネーミングセンスいいっすね。で、ソフビーとベノミックスシューター、これが殺虫剤なのか、でもなんか塗装のエアブラシっぽくも見えますけど、でもネーミング的にスパイダーマンのウェーブシューター、あの手首にある、多分そっちのイメージなのかな。全て5月20日ということで、あと3週間後ぐらいに新戦士来るんだ。変身アイテムから確認しよう。今回はね、キーを刺すタイプ で、このキーホルダーがあれだって、ホットラインと合体するんだって。で、6600円で見ていきましょう。で、ここがただの雲じゃなくてタランチュラだってね。で、ここにキーシリンダーがあるから、キーはいくつかコレクションアイテムとして何パターンか発売するのかな。なので、キーホルダー型キーとそれ一式、グリップにはタランチュラがいて、ここは発光はしなさそう。ここのタランチュラの顔ぐらいか。でも王様の剣感はないね。ほら、こんな風に畳んだ状態からキーをぶっ刺して、多分回転することでバタンとクモノスチェンジするのかな。スパイダークモノスに変身、チェンジクモノスキーで、スパイダークモノスで、なんかこのデジタル表現がかっこいいな。鍵を回すとタランチュラの足が展開、目が発光を、タランチュラ憑依モードに変身。タランチュラ憑依モード、タタタタランチュラクモノス、どういうこと？変身キーは、でも変身キーはゴールドだ。それ以外にシルバーのキーがあるのと、パープルのキーがある。ベノミックス、クモノスキー、別売りでバグナライブ?バグナラクの名前が入ってるけど、バグナライブで、バグナライブ、ドク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 。わからん。どういうことなんだ。で、ホットラインとこのように合体と。剣を帯同するホルダー部分にはまるわけね。あ、もうパッケージも出てるじゃん。かっこいいよな。でもなんかどっかで見たような感じのヒーローフェイスではありますよね。なのでこれにはキーが2つと、クモノスレイヤーと、さらにキーホルダーがついてくると。バグナライブっていう変身アクションのネーミングが気になるな。まあ、説明としては今見たことと同じことが書いてあります。で、もう一個がベノミックスシューター。これがスパイダークモノスの専用武器になってて、4180円で5月20日、一応銃って扱いなんだ。まあでもやっぱエアブラシと殺虫剤とシューターって名前から、スパイダーマンが蜘蛛の糸を出す3つのモチーフが一緒になってる感じかな。でもメカメカしさいいね。この淡いグリーン、ミントグリーンみたいなやつから、ブラックにガンメタ、そしてパープル。この辺クリアかな。で、かすれ塗装も入ってる。で、ここにキーも別であるんだ。
3種の攻撃モードを、あ、でもこっちもキー刺すわけね。豪快ジャーっぽいな、この辺。3種の攻撃モードを使いこなせ、ベロミックス、クモの隙、狩りを回して攻撃モードを切り替え、毒イン、猛毒イン、マッドジェルに、危険すぎる。でも今物語的には毒っていうのは結構キーになってて、姫のランの両親が毒で葬られてますから、まあ、あの毒は一応サソリーヌの毒ってことが判明してますけど、タランチュラって毒持ってんの？タランチュラ毒持ってるけどかなり弱く、皮膚に炎症を起こすせと、あ、そうなんだ。でシェイクアクションで必殺技、殺虫剤じゃん完全に。振り子センサー搭載、シェイクアクション、ベノミックスで、現状分かってることはこれか。でこのキーをさっきのクモのスレイヤーに差し込むこともできると。振り子センサーで爽快なシェイクアクション必殺技遊びが可能を、アクションヒーローはさっき見ましたから、ソフビも770円で出るよと。そしてコンプリートセットが1万780円で、これも同時発売ですね。特にコンプセットだから何か追加されるってものはなくって、現状何かキャンペーンとかそういうのも解禁されてませんね。まあまだ4月なんで、そういうのがあるとしたら。でもあれか、5月、いつもゴールデンウィーク中更新、情報更新来ないから、あるとすれば今日か、今日だね。明日からゴールデンウィーク入っちゃうもんね。まあとりあえずこれが新戦士のスパイダークモのその変身アイテム&武器でございます。今月のテレビくん67月号にかなりページ数とって、1、2、3、4、5、6、7、8ページぐらいかなあって、新戦士解説が書いてありますので、より詳しい情報はそちらを見ていただければなと思いますけど、あ、これ逆手剣なんだ。へえ、どこのご報告しかないこの世界に、どこの王なんだっていう。情報の解禁他にないよね、これだけだもんね。あとはキングオージャーとなんかいろいろコラボするんだよね。なんだっけ、カブトクワガタだ。大人気スイッチゲーム、カブトクワガタとキングオージャーがコラボで、あ、これテレビくん買わないとあれなのか。テレビくん買うとギラファノコギリクワガタ、ゴッドクワガタバージョンがゲットできるコードがテレビくんに載ってます。あー、なるほどね。まあ、こういう風に虫系のものといろいろコラボしてますよと。読売ランドで開催中の体感するファーブル昆虫 in 読売ランドにてキングオージャーグッズを展示。あ、そうなんだ。え、ここにクモのスレイヤーとか展示されるかな。まあでも発売前のアイテムはだいたい秋葉ヨドバシ行けば見られることが多いんで、それも展示告知がありましたらまた見に行ってきたいと思います。現状おもちゃウェブを更新してもこんなところですね。あ、ちなみにクワゴンといえばシュゴッドソウルゴッドクワガタ発行バージョンが今日発売のテレビくんに限定カラーとして付属しますので、現状今クワゴンのシュゴッドソウル自体がこれしかありませんから、いち早く欲しい方はゲットしておきましょう。力がみなぎるとこの色になるんだって、そういう説明もあった。あと毒を受けるとパープルになったりとかで、グリーンもあるから、その辺は何なんですかね。まあ、とりあえず一般発売は琥珀カラーで、テレビくん限定でこういう赤いやつが発売されましたと。そんなわけでやっぱ6人目はラクレスじゃなかったってことですね。まあでもラクレス退場させるにはもったいないキャラクターだから、どういう立ち位置になるか分かんないけど、今後も敵対してほしいな。以上、キングオージャーの新戦士スパイダークモノスのおもちゃ情報確認動画でした。